さあ、フェラーリなんですけど、まあもともとフェラーリ、そうだな、富士スピードウェイとかサーキットで走るの、結構後方車は許可されないんですね。まあどうしても車のストレス負荷が増えてしまったり、まあ、あるいはそのラップタイム競争みたいなもので、まあ余計なその刺激を与えたくないということもあって、今回富士スピードウェイ特別に許可が出ました。条件は全開にしないこと、タイヤを鳴らさないこと、1回1回ピットに来てメカニックのチェックを受けることってなわけで、あんまり楽しくないかなと思ったんだけど、まあでも軽くこう一般道をね、まあ、100キロ以上のスピードで流すイメージで走ってますけど、やっぱりこの800馬力、6.5リッター V12 かな、これがフロントに乗っかっててですね、まあ、ツーシーターなんですね。だからなんて贅沢な車なんだろうという感じで、まあ、スポーツカーというよりもやっぱりこうラグジュアリーな高級 GT、まあ、スポーツカーなんですけどね、そんなイメージでしたね。で、前のモデルと違って意外と高速コーナー安定してるんですね。まあ、リアステアもついて四輪操舵なんですけど、ですからまあ本気で最高速340キロ出ますが、まあ、ドイツに持ってったらもう260、70、80キロクルージングができるフェラーリですが、まあ、なかなかドイツのアウトバン以外の国ではそうはいかないですからね。まあ、やっぱり100キロから海外では130ぐらいの間で、このエンジンを奏でながら走るのが楽しいと思いますね。で、乗り心地はもう正直言って期待以上の快適さがありました。エンジンはもう12気筒がもう8500回ると、もう本当に脳天がもう突き出るような感じの気持ちよさが感じられましたね。さあ、ハンドリングなんですけど、ハンドルは意外と軽めで、やっぱり頭がね、ノーズがススッと動くんですね。ですから、まあ、スタビリティもいいし、ハンドリングもいいしということで、まあ、本当にお金があったら今一番欲しい車のうちの1台かもしれません。フェラーリ富士スピードウェイの、軽いドライビングでした。